銀行で出したい女たち。めっちゃ悪かった。選ぶ感じはできなそうなんで、まあ、とりあえず、数少ない打ったことある中で空いてる台があったらそれを取ろうと思います。サンキュー、ドラミさんよりはいい番号だったので私の勝ちですね。頑張ります。おっとっとっと、こけそうだったで。さてと、ドラミさん何打つかな。なんか好きな機種をみたいなこと言ってたから、きっとアニメの機種だと思うんですけど、アニメの機種しかないじゃないですか。あ、結構あるじゃん。ドラミさんが好きな台を打つなら私も好きな台を打ちたいけどな。どうだろう、大丈夫かな。まあ最初だけですからね、なんか好きな台打てるの。この後は結局ドラミさんの様子見ながらになっちゃうから、好きな台を好きな時に打っておきましょうということで、1台目はルパンにしたいと思います。あ、1回、2、あ、そうか、2回が1円。下なのか上なのかが分からんぞ。下なのか上なのか分からんぞ。エヴァがある。あ、あった。そんな違わない気がする。いや、これね、関係ねえだろって多分言われると思うんですけどね。スロットじゃねえよって、据え置きとかそういうの関係ねえよって言われると思うんですけど、昨日ね、最初888ってなってるんで、めっちゃハマってるんで、ちょっとその辺の跳ね返りあるんじゃないかなって、オカルト的なのも合わせてちょっとこれにします。さあ、それでは朝の入場が落ち着きまして、ドラミさんも台を選んだことでしょう。私より番号が悪かったんですけどね。何かしらに座ってると思いますので、喋りかけはしない、見るだけ。どこかな、どこかな。 あ、リゼロが、スマパチのリゼロが結構人気。そうなの。見つけました。見に来ただけです。はい、なるほど。ドラミさんミドル、バルブレイブからスタートですね。なるほどなるほど。まあ朝一ドラミさんもミドルからスタートだったので、私の方がちょっとだけ初当たり確率は重いスマパチなんですけども、まあ出玉で圧倒的な差が出たら私はアマデジとか守りに入りますよ、ガチガチに。さあ、私が選びましたのはスマパチのルパン三世です。銭形からの招待状、通常時のお当たり確率は349分の1となっておりまして、一種二種とかじゃなくて ST 機になっています。で、突入率は 64% で、ダメだった場合は時短がつくようになっています。で、なんかやってるけど喋らんやんって思うじゃないですか、画面について。私、先 P フラッシュっていう保留入賞時に回る先バレ的なカスタムをしておりまして、それが発動しておりませんのでガン無視しております。先ピースフラッシュなんですけど、この保留が入った時にここがなんか白く光るんですよ、今熱くなければ。で、赤と紫が光るバージョンと赤のみが光るバージョンがありまして、紫に光るやつはそこで当たればラッシュだよみたいな意味合いがあります。で、私は赤だけなので、まあ、純粋に保留が入ったタイミングに赤く光ればチャンスで、当たった時ラッシュかどうかっていうのはわからないです。はい、ではですね、私は革命機バルブレイブ3、寝台ですね、こちらを取りましたので打っていきたいと思います。頑張ります。さあ、ではまずはスペックなんですが、ミドルタイプになってまして、お当たり319分の1で、ラッシュへの直通が約 60% で、ラッシュ直通しなかった場合も時短が
高い点つくので、トータルするとラッシュの突入率が約 70% になります。結構保留4まですぐ行っちゃって3回ぐらいで止めるようにはしてるんですけど、でね、今4000円で80ぐらいだから、ペース的にはいいペースですね。大移動とかする必要はなさそう。パチンコで出したい女たち。さすがに1万円使い切る前までに1回ぐらい欲しいんだけどな。フラッシュ、あ、びっくりした。めっちゃ大きい声出しちゃった。大丈夫でしたマイク。さあ今これなりましたね。この青色になっている保留に対して光りました。でこれカスタマイズ、その私は赤のみにしてるんですけど、赤のみのパターンは 40% ぐらい信頼度になっております。で赤紫にした場合は赤信頼度がちょっと下がる、 35% ぐらい下がるんですけど、紫で当たったらラッシュ濃厚っていう告知があります。で今ゾーンに突入しました。でこのゾーンもやっぱ種類がありまして、まあ、ルパンといえば藤子ゾーンですので、まあ全然不安で、まあ、なったことに対して意味はあるとはもちろん思ってるんですけど、まあ全然不安ですね。あ、保留変わる。何色か、うーん、絶妙。やっぱ赤とか金とか、あー金が一応出ているけど、ゾーンがちょっとそんなことある。やっぱ藤子ゾーンが結構重きを置いてるみたいなところがあるので結構しんどいで、回答保留も 32% とかなので全然ちょっとなっちゃった感ありますね。あー、とりあえず五右衛門がこれで今1人から2人パターンで、これそう合流する時のパターンがちょっと今時、あのネオン風の文字も今時だし、ルパンも来ました。一応3人パターンなので、まあ、リーチとしてはあり、クライマックスまで行ったので。ただマジで本当にゾーンが弱いのと保留が弱いのよね。でリーチはやっぱクライマックスとストーリーが大当たりに一番近いと思うので、リーチ自体クライマックスなのは別に良きだけど、それ以外がちょっと弱すぎる。あ、ここ。なんかこれっていうのもないですね。で、ルパンザプッシュっていうルパンのロゴが、このルパンザサンドっていうロゴが出てきて押すボタンだったらそう熱いんですけど、まあ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 これダメでしょうね。まあいいいいいいよ。ちょっと納得感のある感じでしたね。噛み合ってなかった。でもまあ目標だった1万円以内に1回鳴らせるは一応できました。あー、びっくりした。わ、これはねありです。保留変わってないけどね。あ、ボタン出た。あ、カットインがあったのでこれはあり。ただ赤が普通です。で最後ボタンがない。まあ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 、今投資2万円目が入っているところなんですけど、最初の1万円で165回転回りました。でこの回1万円で、まあ、170ぐらい回ってほしいですので、ちょっと、まあ、足りてないかなと思いつつ、最初 の、 あの500円10回回ってたんですよ。なんでもう1万円様子を見たいなというところです。1万円を使いまして178回転だったん で、 でボーダーが 17.8 なんで、もうほんとぴったりって感じですね。とりあえずもうちょっと様子を見つつ続行をしていきたいと思います。一人だけちょっとなんかあれです、あったもー、緑か。とりあえず保留は緑ですけど、この後、あ、
噛みつきが。一応この対戦相手がアードライは一番期待ができるんで、一番ハーノハーノいてイクスいてアードライなんで、あとここでチャンスアップ系がちょっと弱かったかなっていう。ピノがいる。基本いないんで、一応敵的にはハーノが一番弱くて、で赤文字とかでもないのでデフォルトなので多分ダメ、多分ダメだと思うけどちょっと期待してる。うんですよね。なったタイマー赤だ。ちょっと腕まくっちゃった思わず。タイマーもう藤子ゾーンね。なるほど。だってネクストの色紫っぽかったですもんね。藤子ゾーンは一応リーチ前とリーチ後に突入するかでちょっと信頼度が変わるっちゃ変わるんですけど、 60% 超えてくる大チャンスの演出になっています。逆にか、2人で当たるんだ。はぁ、ちょっと待ってね。あら、はぁ、ひどい。さあ、4回目わー、すぼむねー。尻すぼみましたね、かなり。パチンコで出したい女たち。さて、リンカちゃんが台を変えてなければここら辺にいる。もう一個奥だっけ、ここか、ここら辺。あ、いたいた。当たりはゼロです。そして左打ちをしているということは一緒ってことですかね。全く一緒今のところ。いやでも私、うん、あの先バレみたいなカスタムしてるんですけど、うん、今4回光って4回見せ場あるって言われてるんで、うん、本当。え、でも全部外れてるんでしょ。はい、全部外れてるんでしょ。え、見せ場ありました。見せ場対決じゃないじゃん。だって見せ場ありました。え、いや見せ場はないね。じゃあってことは勝ってるじゃないですか。いや待って、おかしいおかしい。今日勝った、出した方が勝ちだからね。いやでも抽選も私の方が良かったし、うん、見せ場も4回あるんで私。うん、何それ。リードしてます。それいや待って、いやリードしてます今。いいよいいよ、じゃあいい。出玉で出すからいいよ。あ、そうですか。うん、そうか、同じぐらいですね。まあ、リンカちゃんとは。え、見せ場って言われたよ。見せ場ない、ないですよね今見せ場。え、どうしようかな。では、移動をしました。隣のバルブレーブ3がまだ回っていなかったので、まあ、ちょっとそこを様子を見つつ、打っていこうと思います。びっくりした。5回目。いや今ルパンは打ちたいけどちょっともう移動かもって思ってたんですよ。故に私今隣のルパン打とうかなと思って覗いてたところで鳴りました。私の気を引くために鳴ったと。はい、これ今までと違ってやる気ありそうじゃないですか。これは続けば続くほどいいですね。はいはいはい。さあここ。はいはいはい、いいですね。で保留の色大丈夫ですか。ずっとなんか変わる気配あんまないですけど。あー、ボタンもらえた。はい、変化金。うーわ、ちょっとやだな。もうなんか気持ち的に。しか
ももう両方とも2人とも当たらなかった場合、見せ場の数じゃなくて投資が少なかった方が勝ちになるらしいんで、もう見せ場はいいんですよ。当ててくんなきゃ。いまいち盛り上がりに欠ける展開ですね。やばい。いっちゃんいいタイプラ。今ブラックアウトした瞬間、私すごい顔してたと思うんでカットしてほしいんですけど、そこはストーリーの一番いいリーチですね。ストーリー種類があるんですけど、藤子のストーリーが一番いいんですよ。いやー、でもみたいなとこありません。今までなんかでもって言わずに済んだことないから、まあでもって感じなんですけど、私として見たら。いやー、どうだろう、シェイクビジョン、あと、まあ、サーチラインとテロップの変化等々なんですけど、一応何もなくても 80% は超えてますよ、このリーチ。でもなんか今までの流れだと何もないってことはみたいなとこありますよね。さすがにそれはなかった。やりました。かかりすぎ。時間かかりすぎです。で、今回のルパンは図柄ぞろいの後なんですけど、まあ、これ、ね、今見た通り赤金になったら ST、 ダメだった場合は時短になります。まあそりゃそう。でまだ分かんないですから。いや、一応止まりました、投資が。でこれ、ダメな方の通常の大当たりでも1500発もらえます。で今投資が2万6500円ですね。さあ、もう揺るぎなく時短ですね。さあ、時短は100回転になっています。ここで当たればもちろん ST。 さあ、一応これで最後ラスト回転なんですけど、この4つは一応今ですね、今回ってる4つは電柱の放流なので、当たれば ST。どうしようかな、隣にどうしようかな。ちょっと見てみるか。5回目のティースフラッシュで当たったんですけど単発でした。で、時短も何事もなく抜けたんですけど、まあ、ルパンが打ちたいので隣に移動したいと思います。ちょっとね、もうちょっと回転率欲しいですね、上がってほしい。びっくりした。また大きい声出しちゃった。すいません、マイク壊れちゃう。あ、いただきチャンスに行ったので、これ一番いいのが5回継続でタイプライターが出てくることなんですけども、赤がいいな。おお、元気だね。押し込み、保留変化もついてきて、これ今1回目、これ押し込め、2回目、横流変化もついてくる。これ元気あるぞ、いいね。あ、ここで引けなんで、これで決定か。どうなった、押し込めだ。いや、ちょっと待って、ワンチャン、あー、もうあれだ、ストーリーだもん。はいはいはい、今この、ま、このさっきのいただきチャンスに行った段階でクライマックスとか、まあ、結構強系のリーチが出てくることは決まってたんですけど、5回継続してストーリーに行きました。一番いいのはタイプライター
で止まることだったんですけど、でも全然ありよりなーりー赤ずからで当たったレスティですよ。あ、しかも私タイプライターの時に裏ボタンあるじゃないですか、次タイプライター出たらやろうと思ってたんですけど、なんかもう動揺しすぎてできなかった。ちなみにチャンスアップ、テロップのチャンスアップはないです。3に変わってこれ外れることある？相当。ちなみにここに一応一発告知ランプが、ちっちゃいパトランプがあるんですけど、まあ、それは光ってないし、まあ、これ押したら光るかなとか考えてたんですけど、なんか今日考えること多すぎて何も行動にできてなかったです。あー、お願いします。大丈夫でしょう、普通に考えて、どう考えたってねえ、本当に大丈夫でしょ。なんでひどい、ちょっと、マジ、持ち玉が145玉だったんですよ。最低、信じられない、もう嫌いかも。あー、持ち玉がなくなりました。ここから追加投資ですね。最悪、最低。あ、チャンス目が。で、これでルーンドライブ、まあ、普通にネクストって出るよりかはちょっと熱い疑似連、赤があるんで本当は赤の方が全然いいんですけど、まあ、普通によりかはちょっと強い。青だとこのルーンドライブ行って、まあ、約 20% の期待度で、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、これクライマックスバトル行く？噛みつき、まあ、これもキーポイント演出の一つで、で期待度約 75% でクライマックスバトルに行きます。でなんかもうチャンスアップ出たらもらいみたいな感じなんで、これに関しては。これね、まあ、何もチャンスアップが出ないとしても 75% ぐらいあるんですけど、ピノのカットイン出たりとか、最終手はボタン以外でとか、そういうのが出ればもうもらい当たり。お願いお願い、ボタンだよね、いきます。あ、そうなんだよ、これだとダメなの。そうクライマックスバトルも外れる、実際外れてる、プライベートでも外れてるんですけど、そうもうチャンスアップ出たら当たりだから、やっぱ寝ないとダメよねっていう。いや結構ね、やっぱり朝に比べたらかなりですね空いてるのが少なくなってきてまして、まあ、この辺は北斗とか延々とかなんで、そこまで新しくない台も空いてなければ、もう新台のこのインデックス2とかここら辺はほとんど空いてないような感じですね。で、まあ、リゼロに関してはこっちは普通の方、鬼がかりの方なんですけど、ここも結構空き少なくなってて、多分あっちにリゼロ2新しいのがあるんで、あっちはもっといっぱいだと思います。でバルブレーブ、まあ、最新台とでエヴァがやっぱり新エヴァが多分一番台数多い機種なのかな、ざっと見た感じなんで。でエヴァはその前のやつも結構台数的にはありますね。やっぱもうこの辺がね
一番ホールのなんか多分上の階がメインだと思うんですけど、そのど真ん中っていう感じなんで、まあエヴァありきってとこなんだろうなって、まあ、こっちスマパチでソードアートオンラインとかですけど、こっちがリゼロの2の方なんで、こっち開いてなくないっていうか、なんかちょっと強めな良さげなのをください。緑と赤がねでかい。あ、熱いだ。いくつなんですけど、ま、真ん中のキャラクターで期待度的にはで赤文字なんで、それで腹切りブレードに行ってくれ行ってくれ。期待度は 70%、 約 70% なんで、さあ行きましょう、さあ行きましょう。いいね、アンジェラ、アンジェラ新曲？そう、新曲を聴きたいんだよ。 ST に入れたいんだよ。さあさあさあ、本当にお願い、本当にお願い。本当、あと少し、あと少し、あと少し。ボタン。勝てますけど、もういいよ嘘つき。この台に移動して2回目です。さっきは本当にひどいことされました。ストーリーの藤子で外れだったね。やる気あんの本当に。もう信用してないからすごくない？だってもう信用しようがないのよ。もう何度もさ、やった頑張った光った行くぜこれって言ってないんだもん。ひどいよ。うわっ赤だ。いやでもどうせカットインないから結局。ほら、でも最後のここでカットインあったわ。この後か、この後にボタン出てたらよかったのに。当たったわ。一応当たらんと思ったやつで当たったわ。ああ、一番なんかやる気なく喋ってたやつが当たりましたよ。さっきの藤子の方がもっと元気はつらつに喋ってたと思います、私。さあ。やったー。やりました。ST。それはそう、マジで今必要なの奇数すぎてる。やりました。総投資で3万4000円ですね。で ST なんですけど、 ST 回転数は150回になっておりまして、 ST 中の大当たり確率は約92分の1となっております。
で継続率は約 81% でモード2つから選べます。ルパンモードとフジコモード。正直フジコモードの方なんか専用のビーチの演出あるからなんかおすすめなんですけど、まあ、ゴエモンがいるから最初はこれだよねって感じ でここはもう即当たりのゾーンですね。こういう感じですぐ当たります。ありがたい。で右打ち中はもうオール、まあ 初当たりからオール1500個なので1500個いただきです。ありがとう。で右打ち中はこぼしポイントがこことこことここかな、一応3箇所あるんですけど、ま消化が早いので基本的には打ちっぱなしがおすすめですね。わー、うまいよ、私頑張ってるぞ。なんと、でこれがゼロになったらなんていうんですかね、通常モードてかになるんですけど、そんなになんか嫌なほど遅くはなんないですが、しっかりしたリーチもあります。これでビャーンって当たっちゃうのもあればって感じですね。先読みチャンスつけて、先読み態度アップつけとくか、ティスフラッシュもつけちゃうか。ちょっと告知もりもりにしたから何にも起きずに終わるかも。マジ？先読みましたね。わあ、もうめっちゃドキドキした。もう無理だと思った私。ありがとう、愛してる。頑張ってる私。ほんとそれな、聞こえました？今次元が笑いが止まらねえなって言ってたんですけど、聞こえましたか ねさっきこの後半パートの時先読みチャンスをつけてたんですけど、もうやめました。先読みチャンスなんてつけずに純粋に楽しむ方針に変えたので、いろいろ起きてくれると思う。先読みちゃんつけといた方が良かったかな。さあこれでラスト。でもこれ完全に純粋なSTKなので、この残保留の4個は、まあ、通常確率ですね。さあ終わってしまいました。あ、気持ちいい。ちょうどぴったり7000個です、持ち玉。見えます？見てほしいな。ちょうどぴったり7000個の出玉がありますので、ドラミさん見に行こっかな。行ってもいいですか？波動が上がってますね、1回。え、当たってるよ。あ、当たってないわ。おっと、なんか来たぞ。なんだよ、何が用だよ。別に用ないんだよ。寂しいかなと思って来ただけなんですけど。何その同情じみた感じ。当たった？言おうか言わないか、どうしようかな。何それ、何それ。当たりました。イエーイ。通常じゃなくて、通常1回じゃなくて、通常1回で、うん、いや今当たりたてほやほやで。はちなみに今いくら使ってますか？
今いくらもう分かんなくなってきた。ね3万7千円。もう大丈夫ですよ、帰っても。そういうことですね。7000発ちょっとがあるかなぐらい。でも1万発は離れてないですね。じゃあいい、1万発なら出せるもん。大丈夫大丈夫、1万発なら出せる。現実的現実的、はい、頑張りましょう。うん、え、もうでも帰ってもいいですよ。待って、なんかさ、頑張りましょうって、なんかさ、その何、頑張りましょう。今勝ってる方の余裕みたいのが見られたよね今。はい、時間ダメだったら先もういいですよ、帰って。まあいいよいいよ、だもう早くって、早く出すから。だったらはい、帰って帰って、はい帰って、はい帰れ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 。ドラミさん、自分の目で確認して当たってませんでした、イエーイ。残り時間が1時間ぐらいですかね、もう1時間ないぐらいになりまして、で、まあ、リンカちゃんとちょっと7000発ぐらい差がついてしまっているので、もうちょっとここからもうちょっと甘い方にとかね、当たり軽い方にっていうのがもうちょっとね、差が少なければよかったんですけど、ないかなっていう、もう一発逆転したいなっていう感じなので、とりあえずバルブレイブだったら1万発ぐらいはね、サクッと出せる可能性があるので、この台をもうちょっと打ち切りたいと思います。とりあえずね、あと、まあ、1回1回当たってね、 ST に入ってくれればなんとかなる可能性高いと思うんで。実戦時間が残りわずかといえばわずかだけど、わずかでもないちょっと絶妙な時間なんですけど、ドラミさんと結構差があることを確認いたしましたので、私はもうど守りの甘手地に移動しました。またルパンなんでね、変わったか気づいてない人もいたかもしれませんが、変わってます。というわけで残り時間はこちらの藤子で、まあ多分 U タイムギリ届くか届かないかとかの時間になるとは思うんですけど、頑張っていきたいと思います。私でした、イエーイ。というわけでですね、ドラムさん、あの後ちょっとどうなったのか分かんないんですけども、私の勝ちということでとても嬉しく思っております。で、今日は、まあ、2機種打ったんですけども、ルパンね、ルパンに翻弄される1日でございました。最初あの通常あたりで、あーあって感じだったんですけど、なんか2回目の初当たりが ST になりまして、まあまあ連チャンしてくれて、まあ、それで逃げ切れたって感じですね。守りのつもりで行ったアマデジはユータイムまでハマってしまって、最終的な出玉は減らすことになってしまったんですけども、一応玉ある状態で勝てたので、まあまあ良かったかなと思います。で、次回は別の方と対戦をするわけなんですが、あの私の先輩、パチマガスロマガの先輩って今多分ドラムさんだけなんですよ。というわけで次に来る子は 100% 私の後輩になりますので、やっぱ後輩には負けられないんでね、次も勝利目指して頑張りたいと思います。というわけで次回もまた見てください。さようなら。はあ、当たんないさ、お金なくなるし、賞金もなくなるしさ、出場権もなくなるしさ、はあ、せっかく今日な、子供預けてまで来たのに、なんでなんでこうなんだろうな。